嬉しい。大輝さん、こんばんくまちゃんでございます。こんばんくまちゃん。ちょっと遅くなっちゃったんですけど、15分だけ配信をしていけますので、聞いてくださったらなと思います。で、今本当にね、困ってる話をしていいですか？さ、部屋のさ、電気にさ、電気？部屋にさ、なんかカメムシみたいなのがさ、いてさ、怖い。困ってるの。かれこれ、4時間ぐらいは困ってる。電気つけたら飛んじゃうからさ、めっちゃ怖いからさ、電気消してるんだけどさ、まあまあこの、もうこのね、時間だからいいんだけど、でも本当にさ、怖くて動けなくてね、すごい困ってるの。どうしたらいい？カメムシかな、さ、なんか電気にね、バチバチ言っててさ、すごい怖いの。しんじさんこんばんは。ぽんちゃんもこんばん。くまちゃんです。かよさん、ハートありがとうございます。まるこさん、こんばんは。こんばんはです。カメムシなら電気つけなくても、つけても飛ばないと思う。じゃあ違うのかな。なんか形的にはさ、めっちゃさ、カメムシみたいな形してたの。でも電気にめっちゃ飛んでるの、一匹だけ。初めて。こんな本当に困ってる。見てあげたいカメムシ。はるかさん、こんばん。くまちゃん、こんばん。くまちゃんです。割り箸でつまんで外にポイ。さ、天井にさいるんよね。でも、もうかれこれ3時間ぐらいは電気をつけてないから、電気をつけるのが怖い。どうしよう。でし、コールドタコありがとうございます。ゴールデンウィークだからキラキラしててびっくりした。いいさん、ダルマありがとうございました。カメムシとか大したことないやん。デコピンでいつも飛ばしてたけど、いや怖いのよ私には怖いのよ。虫全般本当にさ、ちょっと苦手だからさ、本当に一人暮らしの大敵です。本当に困っちゃう、怖い。パッと見たところさ、って電気の周りにはさ、ついてない感じなの。でもなんかさ、シューってやるやつ、やっぱ家に置いとくべきかなと思って。こんなこと前の家でもなかったから、すごい怖いです。いいさん、だるま、ありがとうございます。こんばんくまちゃん、こんばんくまちゃんです。どうしたらいいんだろう。だからどっから入ってきたんだろう。それもね、分からずね。そう。怖くて動けない。かじつら平気で靴履いて踏んづけてた人やのに。すごっ。ムカデはやば。でもさ、昔でもないか。専門学校がさ、なんかさ、森の中にあるさ、専門学校だったの。千葉の田舎って感じでしょ。だからさ、一回さ、教室にさ、もうどでかいムカデがさ、壁にひっついてて大騒ぎやった。森、田舎だなって感じた。だから、でもだから、そんな一人の部屋でさ、一人暮らしの部屋で出たらもう、どうしよう、家入れん。ちょっと家からね、逃げようかとも迷った。ちょっと怖すぎてさ、たったちっちゃい虫なのにさ、怖すぎて、ちょっと家出ようかなって思った。でもなんかそう。でも結局戻ってきた時さ、どこにいるって探すのも嫌だなって思いながら、ずっと動けずじまい。シュッてすると虫飛んでこない？なんかさ、それでさ、
撃沈されてポトって落ちてさ、なんかなんやかんだ頑張ってさ、そう捨てるって言ったらあれだけど、いなくなってくれた方がいいかなとか思って、でもそんなんやったら一人でギャーって言っちゃって近所迷惑かもしれん。どうしよう、一人暮らし向いてないかもしれないな。カメムシってのが珍しいなって。でもなんかカメムシってそんな飛ぶみたいな感じの、でも形はカメムシだった。謎です、怖いです。間違えた、虫の話って、虫だよ、虫さんの話。地以外無敵なんですが、そうなりたい私も。ウシさん、ゴールドダルマありがとうございます。この前家の洗濯物にカメムシついてて、やば、怖っ。嫌だな、それは。でもなんかカメムシってさ、去年さ大阪でさめっちゃ出たみたいなさ、なんかニュースになったじゃんか。だからもしや今年もみたいな思って、まあ、実際そのさあれを見てないんだけどさ、でもそう、もしや今年もですかって思って怖い。家から逃げるって自分家なのに。え、そう、結局だってでもちゃん自分の家に戻ってこなきゃいけないのにね、どうしようってなって早く動かないのは箸でつまんでぽい。箸でさつまむまでもさギャー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 なっちゃうそう、叫ぶのはね、本当叫ぶのはさ、あのね、大近所迷惑すぎるからちょっと抑えたいけど、虫とか黙ってられないから動かないっていう選択になってる。キムチに肩くっつかれた時もテンカピンでピョンって飛ばしてたし。え、刺されないの？と言ったらどっか飛んでってくれた。安心するわ。どうしよう、それでさ家の中に入ってきたらどうしようみたいな不安とかあるよね。静かに慎重に素早く、静かに慎重にさ、あの怯えてさ、震える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 。そう、今どこ行ったんだろう、今なんかで電気の中入ったんかな。とりあえず今行方不明だよ、なの。どうしよう、困ったぜ。チビは大丈夫だがでかいのだけ無理って。ドラクエの敵だと思ったら、ドラクエの敵はだってあの画面から出てこないからそう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 、あの画面から出てきたことないから。そんな、しかもなんかさ、ドラクエの敵ってさ、あのなんかさ襲ってくることない、急に襲ってくることないからさ、ちゃんとさ戦いのターンがあるからさ大丈夫な。そう、でも急に襲ってくるあのゼルダとかはちょっと怖くてできないから、多分虫はそっちだね。そんな考えるわけないやんって。いなくなった方が気になって寝れない。え、確かにそうやって言われたらそう思ってきたどうしよう。でもどこ行ったんだ、これ電気つけたらまたさ出てくるパターンとかさあるよな多分。困った。
小映えとかでもビビってる時ある。わかる、小映えも嫌だ。あのあれ怖い。あの雪虫ですら怖い。なんかあの湧いてるやつ外でさ、あれすらも怖い。あれってどうやって避けたらいいかさ、不自然な避け方になるからちょっと嫌だなとか思いつつ、まあいつも思ってる。でシゴールドダルマありがとうございます。部屋に入るのに、あ、部屋にいるのにどこにいるかわからないって。それでさ、あの後日さ見かけなかったらさ、あのいいんよ後日ねっていうパターンもあるじゃんか。なんかどっか行っちゃったみたいな、もう見かけなかったなみたいなパターンってたまにあるから、それだったらいいんだけどね。それで後日なんかね、お亡くなりになられていたらちょっとそれもそれで怖い。雪虫、そう雪虫っていうさ、雪虫ってそういろんな名前あるんかな。なんかあのたまにさ目の前歩いてるとさ目の前でさあのいっぱいいるやつ。そう、はい、お素手でキャッチして行かさせてチャルケルビションクにするサイコパスやつ。行こわ。カバシラはうざい。今日ねカニ、カワがいた。カワをあの目視した。ちゃんとその後ちゃんと蚊に刺されてた。もう蚊の季節ですね。なりにバンバンクマちゃん、トラちゃん、バンバンクマちゃんです。寝てる間に体の上を張っているかもって。やだ。なんかさたまに聞くよね、顔の上を歩いてたみたいな虫が、寝てる人の。なんか怖い。いやだな、それ言ったら寝れなくなってきちゃった。で、シナルマありがとうございます。可愛いまでも素手でキャッチする。すごっ。ロボットさん、あの、なんか AI とかにも勝てそう。今日は真夏日の地域もあったらしいからなって、まだ4月なのに。やば。4月のどんどん暑くなるのがさ早くなってるね。うん、このゴールデンウィークも暑くなりそうでしゅが、配信は30日から6日まで毎日ライブがあるということで、ゴールデンウィークもね会いに来てください。待っております。もうゴールデンウィークもう始まるんか。お願いします。続々とねライブ情報が出て、初めての会場とかもあったりとかしてるんですけど、ゴールデンウィークも楽しみましょう。一発キャッチは無理でもで確率で捕まえるか。まだ暑さに体が慣れてないから、この時期も熱中症になるから注意が必要です。水分補給、塩分補給はみんないっぱいしましょう。全通特典あるってあるのね。あ、そう、サイン全通特典でサインあり10枚です。なのでぜひ全通できそうだよっていう方は全通してね。毎日会えちゃうね。考えときます。たくさん考えてたくさんお待ちしてます。ではちょっと15分に経ったのでランキングをやめます。おっと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 、
13位が世界のお父さん、ありがとうございます。12位がマルコさん、ありがとうございます。11位がポンちゃん、ありがとうございます。10位がゾンさん、ありがとうございます。9位がチュー太郎さん、ありがとうございます。8位がユウタさん、ありがとうございます。7位はプシーさん、ありがとうございます。6位がライダーさん、ありがとうございます。5位がはるかさん、ありがとうございます。4位はザキさん、ありがとうございます。3位がシャルルさん、ありがとうございます。2位がシンジさん、ありがとうございます。そして1位がテシです。ということでね、皆さん夜遅くなっちゃったんですけど、聞いてくださりありがとうございました。ではね、あの虫が出てこないことを祈って寝ます。ではありがとうございました。配信お疲れ様、ありがとうございます。おやすみなさい、ありがとうございました。またねー。